僕は結構女性の方から相談を受けることが多いんですよ。で僕のスタイルからいてもやっぱり相性がいいのかなっていうのは感じてます。というのも何て言うんですかねあまりねロジックとか理屈をこねくりますあ理屈は一応喋ってますけども多分このふわっとした感じが うまく波長が合わせられてるのかなっていう感じはしますでも女性僕はね女性がマインの使い方っていうのはハマりやすいなっていうのは感じます僕のスタイル多分訓練を積んでる人やったらというかスキルの高いコーチやったら誰に対してもうまくチューニングできる人もいるとは思うんですけどもやっぱり相性とかやっぱ得意不得意っていうのはあると思います例えばイメージで 働きかける人もいれば言葉を使って情報を操作するのが得意な人もいてやっぱりそこでで相手のの、えー、刺さるるもっってて変わってくると思うんですよそれで僕の場合はおそらく多分おそらくなんですおそらくというかまあほぼほぼなの僕の中で確定してるんですけどもやっぱりイメージに働きかけてるから刺さってるのかなっていう感じはします。 実際に僕の彼女もまあもう付き合って4年ぐらいになりますけどもほんまに変わってきてますね変わってきてますもうこれこれまでからもすごい変わったしこれからもどん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 変わっていくで僕自身も一緒に成長していくっていう形になっていますしやっぱり僕の指導 ののようなものですね正式なコーチン契約とまではいかないんですけども継続的に相談してほしいサポートお願いしますっていう方がいてでその人に対して働きかけてるんですけどもやっぱり何かしらやっぱり実感をされてますね。でやっぱり女性に対しての僕働きかけてよく感じるのはポテンシャルめちゃくちゃ高いんですよね。 別の動画で話してるんですけどもやっぱりイメージをする力があるとマインドってすごい働きやすいんですよつまり現状外側にゴールがあってそれに対しての臨場感があればそれが自然に引き寄せられていくでこれって 理屈じゃなくて感覚で理解できているのが強くてその感覚でイメージでの理解っていうのがやりえしやすいそれで多くの女性に当てはまるかとは思うんですけどもなぜ能力もポテンシャルも非常に高い僕から見たらもういつでも OK やいつでもうまくいくやんっていうような人が意外に現状から抜け出せなくてなんだろうね苦しんでるというか なんかモヤモヤしてるっていうのが多いんですねモヤモヤしてるんですよでそれっていうのはやっぱり言葉の使い方が一番影響を受けてるかなって感じてます能力はあるんだけどもその能力に自分で制限をかけてしまっているそれは多い多いです本当にだから僕が働きかけてるのっていうのはその制限になる言葉遣いを外してあげるっていうのがまず一番やることですねそれで やっぱり普段ののコミュニケーションが影響してるのかなとやっぱり自分自身のこれまでのなんか親から教わったこととかこれまでの過去の影響を受けちゃっててそれで私はこういう人間だからっていうまあ自分を低く見せる低く評価するっていう生き方っていうのをやってるがゆえに能力は高いんだけどももっと出せるよねって。 いいう人が多いなとだからそのリミットを一つ一つ外してあげることで、まあ、具体的には、まあ、僕と話してる時に、まあ、それとなく伝わっていくんですよね。それとなく伝わっていってそしたら徐々に徐々に変わっていく。でやっぱり言葉遣い多分よくあるのは「まあ、もう年だから」とかあと何かな「まあ、できない」とか。 そうですね否定的な言葉ネガティブな言葉ですねでしかもそれをね初めは意識せずに口に出しているんですよね意識せずに出して出し,出しててそれで自分のイメージを強化するつまり自分のセルフトークによってセルフイメージが固まってしまうがゆえにそこでコンフォートゾーンが決まってしまうでコンフォートゾーンっていうのはパフォーマンスに影響しますよ だから本当に言葉そのゴール設定のところもやるけどもそれと同時に言葉遣いの部分をまあ自分でネガティブな表現からポジティブな表現に変えていくっていうのを意識するだけで大きく人生が進み出すっていう人は多いはずですここの動画を見ている方でもそこに自分が何かあれネガティブなことを今言ってるなとかちょっと気付いてもらえたりとか あとは、ちょっとなん,かひんなんか出しましょうかね。今、よくあるパターンで。どういうふうに考えたらいいかなっていうのを、一つ二つぐらい例を挙げられたらいいかなと思っています。まずは、どうしましょうかね。どう、僕が、まあやっぱり前、どっかで話したと思うんですけども、やっぱり朝起きた時に、今日は最高の一日になりますって言ったりとか、えー、寝,る寝る前に今日は最高の一日でしたと、明日も最高の一日になりますって。 そういうだけでも全然変わります。あとは何だろうね。あとはね何をやるかな。今すぐにはどこに入っているかな。ああとはね女性の場合ね年齢に対してコンプレックスを持ってる。 方もう年だからっていうやっぱり比べちゃうことがあるかもしれないですよただそこもやっぱり自分のそういうふうに年だからっていうとほんまにその自分のイメージに影響されちゃうじゃあ自分は若いと思ってた方がいいんですよそれの時に前相談を受けた人に言ったのは年齢割る2ぐらいがちょうどいいですよって言いましたね だから、40の方だったら20ですよね。で、三十、40以下の方やったらマイナス10してくださいと。そうすると、なんかね、エネルギー湧いてくるんですよね。自分が、その20代だった頃、自分が20代と思い込んで、そっちが、要するにゴール設定のマイナス型と同じなんですよ。そっちが正常だと思ってしまう。自分が20代の時の持ってた好奇心とかエネルギーとか、 そういうい状況だと思っておくそっちが正しい正常だと思っておくとそっちに戻そうというふうにすですねだからこのなんか2点やってみてください。その朝起きた時に今日は最高の一日になります、えーと。寝る前に今日は最高の一日でした明日も最高の一日になります。そして年齢は自分の年齢の半分割にしてみる。この 1>, まあ1、2点、3点を今日からやってみることでもだいぶ変わるんじゃないかなと思います。